幸せになれそうでよかったね、歌子さん。うん、いつかの晩言ってたもんね、お兄ちゃん、いいお婿さん探してやりたいって。その通りになりそうね。うん、そうだよな。やっぱり寂しいの？なんで、どうして俺が寂しいのよ。じゃあどうして旅に出てっちゃうの？ほらみな、あんな雲になりてんだよ。デパート赤木屋黒木屋白木屋さんで紅を白いつけたお姉ちゃんからください頂戴でいただきますと500が600くだらない品物ですが、今日はそれくださいとは言いません。なぜかと言いますと、神田は六甲堂という書店がわずか30万円の税金で泣きの涙で投げ出した品物です。400、300、200、どう100両だ、どうだ。遠くで見てたはずだよ、懐かしいだけで